2024-25 ソンポウィーリーグ第2節、サンフレッチェ広島レジーナ対マイナビ仙台レディースの一戦です。前半17分、広島のシーンです。さあここで滝沢が呼んでいました。その滝沢ゴール前シュート弾いたところ、もう一度滝沢、そして高橋に預けて流し込むようなゴール。前半17分、サンフレッチェ広島レジーナが先制します。このシーンです。跳ね返ったところ、優しいラストパス、冷静に決めました。高橋2試合連続のゴールです。さあそして前半37分、このセットプレー、キンガが決めます。キンガゆかり、久しぶりのゴールが生まれました。その一つ前で藤井が軌道を変えていました。最後は落ち着いて右足で流し込んでいきました、キンガゆかり。さあそして46分です。後半始まってすぐでした。菊池の粘りからゴール前変わって入った津田、迫力を見せつけます。17歳16歳コンビで作っていきました。後半開始早々の得点です。この粘り、そしてグラウンダー気味の素晴らしいクロス、津田がゴール前合わせていきました。さあそしてマイナビ仙台レディース乗せからシュート放っていきました。隅田のシュートでした。さあ後半61分です。広島ここでワンタッチ、中島よしのが流し込みます。中島のドリブル、周りの選手との関わりから決めていきました。ドリブルで運んで滝沢、そして上野、ワンタッチパス、そして中島よしの、3人のパス交換で作り上げたゴールです。77分、ここ上野真美待っていました。ディフェンダー、そしてキーパーが目の前にいる状況ですが、ゴール前落ち着いて自分の間合いで決めていきました。上野真美も今シーズンリーグ戦はこれが初ゴールになります。いや、左足振り抜いています。4つのゴールが生まれたサンフレッチェ広島レジーナ、ここで試合終了の笛です。2024-25ソンポ B リーグ第2節、サンフレッチェ広島レジーナ対マイナビ仙台レディースは4対1、広島が勝利を収めました。